ジャパニーズヨガの夏美です。今日のヨガはガチガチに凝り固まった背中肩周りをほぐして流れのいい体にしていくヨガの紹介です。さあ今日のヨガではガチガチ背中肩周りということで、伝えていこうと思います。今日はですね、どなたのお家にもありそうなタオルを使って行ってみようかなと思っています。ほぐしていくんですが、この肩周りの柔軟性に自信がないなという方はぜひロングの、バスタオルでもいいかもしれません。フェイスタオルかバスタオルを、用意してください。楽なあぐらや正座の座りやすい座り方で始めていきましょう。最初にほぐしたいので右手を出していただいて、小指の側面をなぞって、手首と手のひらの間あたり、指がぐっとこう入り込むというんでしょうか、押せるところを探して、そこを押しながらゆらゆらと手を揺らしていきます。まずは最初に手から始まって、この腕、脇、背中にかけてが緩まる、ポイントのような場所なので、ただ力を抜いてはーっと楽にする感覚でいきましょう。さあ、では動きを止めて、指を軽く引っ張ってくるくる回しておきます。親指から始めて、次は人差し指。まあ、軽く引っ張るだけでももちろんいいです。回せそうならくるくる回していきましょう。なんかこう、なかなか自分の指を触るとか、真剣にですね、っていうこともないので、意外とこう引っ張ってみたり回したり、こう握ってみると、あ、結構気持ちがいいなっていう感じに気づけるかもしれません。さあ、小指の方まで引っ張って軽く回したら、次は反対です。左手を出していただいて、私は皆さんの鏡のように動きます。この指がぐっと沈むところですね、押しながら揺らしましょう。ここからいろいろな動きをしていくんですが、とにかく緊張しない姿勢をぜひ意識してみてくださいね。こう頑張ったり息が止まったりっていうことは必要ないので、そんな自分に気づいたらはぁってため息を吐いてみたり、呼吸を通すということを思い出してください。さあ、では次また指を引っ張りましょう。軽く引っ張ったり揉むような感じで押した後は回していきます。同じように人差し指、そして中指とずらしていきます。あとはなんか指先が冷えやすいなとか、自分の癖っていうんですかね、体の状態にも気づけるかもしれません。さあ、薬指、小指と全ての指が軽く押せたり回せたりしたら、握ったり開いたりグーパーグーパー、優しくしておきましょう。では一伸びします。胸の前で指先を絡めて、吸って上に向かって手を上げます。伸び上がってから吐きながら手を開いて、肩を一回ししておきましょう。次はこの鎖骨の下あたり、揉みほぐすように、内側からでも外側からでもいいので、優しくほぐしてから行います。どうしてもこの胸の前側であったり、脇の横あたりですね、このあたりは、
縮みやすいので、優しく揉みほぐすことで、最初にほぐしておきます。そしてこの胸の真ん中あたりですね、指先でさするかグーでさするかどちらでもいいので優しく触っておきます。では早速タオルを使っていきましょう。つかみやすいサイズに折りたたんでいきます。最初は肩幅よりももう少し広めで行ってみるといいような気がするので、まず行っていきますね。息を吸いながら上に向かって上げましょう。そこから肘を折り曲げて、このタオルを後ろに通していきます。で、この時点で、全然いかないなという方、もしいらっしゃれば、やはりバスタオルのように、できればロングの距離があるものの方が、行いやすくなるので、試してみてください。で、逆に余裕という方はこの距離をもっと狭くして行うとさらに負荷がかかるような形なので調節してみてくださいね。ではもう一度行きましょう。吸ってあげて吐きながら肘を曲げていいので背中側に向かってタオルを下ろしましょう。もう一度吸ってあげて吐いて前、この単純な動きを繰り返します。吸って上に伸びて吐きながら後ろで肘同士が引き寄せられる感覚です。もう一度吸って前、吐いて下ろす。吸って上、吐いて後ろ、吸って吐いて。少し動きを変えましょう。吸って両手を上げて吐きながら、左側に向かって体を倒していきます。ちょうどこの右側の体側が伸びていれば OK。視線は正面でもいいですし、腕越し空を眺めるともう一伸びします。呼吸が止まりそうという場合は少し揺らすような感じで体を優しく使っていきましょう。さあ次は吸ってセンター、吐きながら右、同じように揺れていいので視線前か上、いつでも呼吸が止まらないポジションを意識します。さあ吸ってセンター、吐きながら下ろしましょう。肩を一回ししておきます。さあ次は距離を空けてトライしていきましょうか。短いタオルだと難しいので、私もロングのタオルにしてみますね。次は吸ってあげた後、肘を曲げずに後ろ通れるかチェック。で、難しいと思ったらどんどん距離を空けて、下ろしてみましょう。吸って上、吐いて下ろす。余裕だなという場合は距離を縮めて、吸ってあげて、で、肩が詰まる場合、肩を引き下げるイメージでいきましょう。下ろす。繰り返し。前。吸って上。吐いて後ろ。もう一度、吸って前。できれば肘を伸ばしたまま吐いて前。さあ次吸って上に持ち上がったら、右手を上に向かって上げます。そして左手は下方向に下げましょう。この時に上にある方の手の、腕、脇、この体側側がしっかり伸びてきますね。もう少し伸びを深めたい感じがあれば肘を曲げていきます。上の手です。そしてこの距離が長いと引きにくいので、もう少し距離を縮めて持ってしまってもいいので、左手、肘は脇腹の方に向かって引き寄せましょう。このまま視線も今度は左側に向けていきます。さあここで姿勢をチェックしてみて、例えば前かがみになっていたり土台が安定していないポジションになっていたら、できれば背骨を長く伸ばすようにしましょう。ではもう一度手を上げて、今度は
腕ごと左、右側でした。まず伸ばしてから余裕があれば後ろ、上の手ですね、肘を曲げて、距離が足りなければ持ち替えて、腕から脇の方、このあたりですね、普段の生活でなかなか伸びにくいので、伸びを感じます。そして視線は右側に向けましょう。ポジションが安定したら、また土台が安定しているか、骨盤、背骨のライン、まっすぐな状態を意識します。さあ、あと一呼吸。さあ、吸ってセンターです。吐きながら解放しましょう。一度肩をぐるりと回していきます。さあ、今度は、四つ這いの姿勢になっていきたいと思います。肩の真下に手首を置いて、股関節の真下あたり膝にしていきましょう。手は肩幅、足は腰幅です。まず、キャットカウポーズですが、手で床をぐーっと押し上げて、背中を丸め込みます。今日の意識のポイントは、この肩甲骨の間あたりでしょうか。そのあたりをできるだけ丸め込んで、自然な呼吸をここで通しましょう。おへそを見つめたまま、体を前後に少し動かしてみましょうか。ゆっくりでいいので、この腰、背中、首の後ろの方まで丸くしたままです。動いてみると、このあたりが気持ちがいいな、など、自分の体の、居心地のいいところであったり、もう少し伸ばしたいところが見つかると思うので、そのあたりで止まってみたり、揺れたり、繰り返しましょう。OK、一旦背をまっすぐな状態にします。さあ、一息吐きましょう。次は吸いながら、少し背中を反らしていって、胸を前に見せるように視線正面向きです。今日はこの喉の前と胸の前をぐっと正面に見せるというイメージでいきましょう。で、肘がピンと張りすぎるとうまく伸びてこないので、少し肘を曲げてしまってもいいです。そして肩を落とすというような感覚でしょうか。ここで呼吸しましょう。さあ、このポジションのまま、軽くお尻を前後。で、腰が痛くなりやすいという方は、腰ばかり使って反る癖が習慣になっているので、腰ではなくて、もう少しこの背中側になります。反りすぎて痛いなと思ったら、緩めていきましょう。そして、胸を少し前に見せる感覚でゆらゆら。OK、では一度動きを止めて、またニュートラルなポジション、背中まっすぐにしていきます。さあ、次は右手を一歩前に出しながら行っていきますね。一度息吐きましょう。吸いながら、今度先ほどの少し反らしていく動きで胸を前に見せます。肘も少し曲げてしまって構いません。さあ、次は吐きながら背中を丸くしていく動き。丸くなった時に、腕から始まって脇、背中、腰、全体的に伸びるところ。またここで少し揺れながらでも OK。さあ、もう一度吸いましょう。吸いながら胸を前に、吐いて背中を丸く、OK。一旦手を戻しましょう。肩の下あたりです。チェンジします。左手を前に出しましょう。結構大胆に出した方がいいかもしれません。調節してみてください。一旦吐きます。吸いながら背中を反らす動きで、胸を前、体重も軽く前に出てしまっていいです。さあ、次は吐きながら、背中を丸めて丸めて、できるだけ丸め込みます。今度左の脇の方から腰や背中にかけての伸び。もう一度吸って、
吐いて丸めましょう。ふぅ。さあ、では、ゆっくり手を肩の真下まで引き寄せていきます。このまま、今度右手を一歩前に出し、左手のひら上向きです。脇の下をくぐらせたら、お尻をかかとの方に下ろしていきましょう。腕を挟み込むような姿勢です。で、角度によって違和感や痛みがあれば、楽なところにずらして挟み込んでいきます。もう少し伸びたいなと思ったら、この左手をスルスルと真横の方にさらに差し込んで、こめかみや頬が床の方に降りるようであれば差しましょう。また、上にある手も遠く遠くに伸ばします。一旦、肩、首、喉元を楽にします。あと一呼吸。吐き終えたら、右手を顔の目の前に寄せ、手で床を押して、手を抜きます。次は反対です。左手一歩前に出し、右手の手のひらは上向きにして、腕の下をくぐらせましょう。くぐらせながら一番心地のいいところを探って、このままでもいいですし、もう少し伸ばせる場合は、左手を前の方に向かって伸ばします。さあ、一旦吐き出しましょう。ね、変な力が入るなと思ったら、軽く骨盤をゆらゆらさせて、あとはため息を利用して、何度か揺らしたりため息を吐くと、力みすぎている箇所が緩んできたりするので、それをして調節しましょう。さあ、あと一呼吸。吐き終えたら、左手を顔の目の前、手で床を押しながら、ゆっくり頭が最後になるよう正座で戻ります。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。